もそうですし、皆さん一人一人が何の身に覚えもなくても、あの容易に犯罪者にされてしまう。で実際に、あの菅谷さんの話もありますし、要は全く無実の人が犯罪者として容疑を嫌疑をかけられて、結局戦いも虚しく有罪にされてしまうということはこれまでもあったわけです。それはね、捜査のミスとかっていうのは人間だからあり得ると思いますし、司法の方も判断のミスということはもちろんあると思いますけれども、でも意図的に証拠を捏造したり捜査報告書を捏造するなんていうことがやられたら、これ本当に怖いと思いませんか。それを誰が罰する立場にいるんですか。それは、はい、あ、それを罰するっていうのは警察とか警察の人間がその捏造したわけじゃないですか、はい、それに対して誰が罰則を与えるんですか。まあ、本来であれば司法、つまり裁判所の側が、これ三権分立ですよね、はい、我々立法、そして、行政で、検察も行政の一部です、まあ、あの司法と密接に絡み合ってますから準司法と言われてますが、一応検察も行政です。検察行政、そして、裁判所司法、これ三権分立、これはチェックアンドバランスでお互いがチェックし合う。権力がこう一極に集中しちゃうと、あの間違ったことをすると誰も止められないでしょ。だから懲役10年になってないですよね。だから本当はあのそれはおかしいということで、我々がその政治の側で、おかしいと、この田代健二、捜査報告書を捏造した田代健二はおかしいということで、きちんと処分をすると、その捜査がきちんと行われるように指揮権発動すると。検察 その田代さんは誰が調べるんですか。それをね、今回は東京地検特捜部が調べて終わりにしちゃった。身内で調べてるということですね。くだらないんですけど。そうで本来それでいいわけないじゃないですか。本来国会にはあの検察官適格審査会、適格審査会って他の人がやったら懲役10年の刑になるわけでしょ。そうだからみんなやんないじゃないですか。それが懲役10年になるものが検察の人間だったら減給処分で済むんだ、うん、みんな寄りますよね。それはね、そういうことですね。おっしゃる通りだと思います、うん、それで、前の法務大臣だった、小川敏夫さんはその東京地検特捜部が身内だけでね、その甘い捜査をしてなんかおとがめなしにしようというふうに役所が動いていたので、それはおかしいと、もっと徹底的に、きちんとこの問題について、捜査あるいは調査をすべきであるというふうに、まあ、黙ってその指揮権発動すればよかったのにそのことを野田総理に相談に行ってしまった。で野田総理からそれはダメよというふうに拒否をされてしまう。そして、それが理由だというふうに思うんですけれども、まあ、更迭をされてしまう、うん、まあ、内閣改造のタイミングに合わせて、うん、小川敏夫前法務大臣は辞めさせられてしまった。だまあそういうことを見ても野田さんは許せないね。そうですね、法務大臣の指揮権発動というのは非常に大きなことのように思いますけど、今回の場合はちょっと検察内部で不祥事があるのでもっときちんと調べろよと、それを言おうとしただけなんですね、うん、別に必ず立件しろとか、クビにしろとかそういうことにしろという指揮権ではないわけです。もっときちんとお前たちきちんと検察 の信用を取り戻すためにもっとちゃんと捜査して調べましょうよと、そういう指示を出そうとしたということだけなんです。ということでよろしいですよね。そうです、うん、まあ、当然やるべきことであって、ところがあのマスコミはですね、私のところにも、何社から問い合わせが、取材の申し込みがあって、いろいろお話を聞いたんですけれども、指揮権発動、法務大臣の指揮権発動について、これはもうタブー視されてるんですね。 そうなんですね。その指揮権発動っていうのは政治が司法に対して介入するということで、これやっちゃいけない、
法務大臣には指揮権発動の権限があるんだけれども、それはやってはいけない、タブーであるというふうに言われてきました。でそういうストーリーで、その指揮権発動についてのインタビューをね申し込まれましたけれども、もう私のところお部屋に来るその新聞記者さんとかテレビ局のその記者さんのストーリーがもう決まってるんですよ。私のところに取材に来るんだけれども、でどういう記事を書きたいかっていうと、その指揮権発動をすべきであると、またバカな森友子が民主党の法務部会で言ったとか、でこいつは何考えてんだと、こう指揮権発動っていうこと自体がタブーでそんなことはやっちゃいけないのにというふうな記事を書きたくて来てる。やっちゃいけないのになんであるんですか。やっちゃいけないことないです、ね、やっちゃいけないことはないの。本来はですね、やっちゃいけなくないからあるわけでしょ、うん、大昔にですね、ちょっとした汚職事件がありまして、その時に時の法務大臣がその捜査をやめろと、自民党内でね、そういうことをしたがために、ちょっと、政治的な、圧力として使われるので、あるいは身内を守るために使われるので、それをもし殿下の報道として発動するんだったら、自分の首をかけてやれよと、いう雰囲気になっちゃってるわけで、逆にそれを盾にしてですね、検察とか司法は行政の方からの介入を一切させないようになってるんです。その時点でおかしいね。だから本当はこう三権分立でね、行政と司法と、立法がバランスを取っていかなきゃいけないんで、しかも立法ってが一番本当は上なんですよね、憲法上は。国民の代表として選ばれてるわけだから、でその機能が果たせなくなっている今だから、非常に、ね、民主主義の危機として皆さん捉えていただきたいんです。これ単純に小沢一郎一人の問題でもないし、検察審査会の仕組みがどうたらという問題ではなくて、本当にこれ今ね、民主主義というものが非常に脅かされてるんじゃないかなと思います。まあそう、本当おっしゃる通りだというふうに思います、うん、で、まあ、だからこそ、そのこの3年、数ヶ月の間、まあ、森友子はいつもね、なんで小沢一郎のことばっかり言ってるんだと、でその検察を敵に回したり裁判所を敵に回したりして、森友子は頭おかしいんじゃないかというふうなことも相当言われてきました。でも今、まあ、中澤さんが言ってくれたように、でまた本当に当たり前のことじゃないかというふうにおっしゃったんですけども、本当にその通りで、今回のようなことを許してしまったら、本当にこの国の民主主義そのものが危ない。これ多分ですね、民主党政権だから起きたということじゃなくて、自民党政権であったとしても、もし自民党の内部でそういう、官僚の仕組みを壊そうとしたときに同じことが起きますよ。まあ、起きてきたのではないかなと私最近思います。僕もそう思いますね。もう一番、例えば記憶に新しいところで言うと、ロッキード事件、田中角栄、それからそうですね、いろんな方がなんかいつの間にか失脚していなくなったり、うん、それから実はその、指揮権発動とか、この検察法、司法の問題に国会質問で切り込んだ人たちが何人か過去にいらっしゃるんですけれども、そのなんか不幸な結末を迎えてる人がいるんですよ。そうですね、実はどうやったらホテルでそんな形で首吊りができるなっていうような人もいるんですね。実は議事録を調べていったら、この問題に切り込んでいった先輩の先生がいらっしゃるわけですが、自民党の中でもですよ。そうですね、うん、当時昔は野党なんて本当にただのお飾りみたいなもんですからね、自民党がほとんど仕切ってた。ではその内部でやっぱりちょっとこれ問題なんだよと発言したり、調査をしたりすると、なぜか、ね、亡くなられてたり失脚したり、で不思議なことが結構起きてます。いいですか。はい、なんか村木さんのあたりからちょっと、まあネットの方から見てると、うん、検察ってちょっとこう劣勢に多少なってきてるのかなっていうイメージがあるんですけど、はい、本当はどうなんでしょうか。
結構、まあ、こういう本書かれたり、あと負け続き、小沢さんの有罪に取れなかったと、まだすごく最後のあがきをしているのか、それともまだまだ力があるのかですね、多少変わろうとしているのか。村木さんの問題が起きて、そしてその、まあ、最高権自体が、外部の、アドバイザーも入れて、検証委員会を作り、検証チームを作って、最高権の検証チームを作って、一応検証しました。でそれと同時に、あの時は柳田法務大臣だったんですけれども、柳田さんが検察のあり方検討会議を立ち上げて、その中に郷原信夫弁護士とか、それから江川翔子さんも入れて、検察のあり方検討会議を作って、まあ検討してもらいました。あの時は、まあ、検察はこのままでは大変なことになると、もう国民からの信頼がもう完全に失墜しまっているという大変な危機感で、改革の機運はすごく高まっていたと思います。ところが、そして笠間検事総長というこの度退官されましたけれども、非常に改革の意識のある方がなられて、そういうふうな方向で進んできて、いましたけれども、まあ、残念ながら、その一方で、検察審査会に対する捏造捜査報告書が提出されるっていうのが、ちょうどそれと並行して起きていたと。でしかも笠間さんの失脚を狙う人たちが相当活躍をしていて、私がここに実名で名前を書いた黒川官房長、実はその上に、この時には私は名前を書けるほどその人についての情報を、実際には得ていなかったし、その方にお会いしたこともなかったので名前が書けなかったんですが、新しい検事総長小津さんという人が、実はここの私の本に書いた黒川官房長の上にいて、この2人が、まあ、一番の黒幕というふうに言われておりまして、その人とその小津さんがこの度めでたく検事総長にご就任されましたので、ちょっと息を吹き返してきてるのかなと。でだから本当にね、その危機感を持って改革ということであれば、うん、今回の田代さんの捜査報告書の捏造問題はこんな形で済まさなかったと思うんですよね。大変残念ですけれども、まあ私自身も諦めたわけではありません。だっておかしいでしょ、こんなことを許したら。まだまだね、今問題になっているのは、その検察審査会に本当最終的に起訴するかどうかを、検察官が、説明に しに行くという手続きを踏まなきゃいけないんだけれども、どうもそれが、してないんじゃないかと。きちんと法にのっとった手続きをしないで検察審査会は起訴に踏み切ったんじゃないかという、疑惑があります。でその森さんが今度次の国会質問で出しますよ、それ。そうですね、うん、いやごめんなさい、ちょっと頭がちょっとよく朝回ってなくて説明がなんかぐちゃぐちゃだったと思うんですけれども小沢さんの、検察審査会起訴議決によって強制起訴をされて、小沢裁判というものが戦われてきて、4月26日に無罪判決が出ました。でそもそもさっき言った、素人がやるんですかと言ったその検察審査会、検察審査会法というのがありまして、まあ、今のお話は、11人の検察審査会、市民から選ばれた検察審査会が、その検察側が起訴しなかったのはおかしいですねという、そういう訴えを受けて審査をします。で第1回目、いやこれは起訴すべきであると議決しました。で2回同じように起訴すべきだというふうに決めないと強制起訴にはならないわけですが、その2回目に至るまでの間に必ず、担当した、その事件を担当した検察官が検察審査会に出頭して出席して、我々は一生懸命調べたんですけれども、証拠が不十分で起訴できませんでしたと、我々の捜査は正しかった、そして我々が、起訴
できなかった、その判断も正しかったという申し開きをする説明をする場所っていうのがを必ず設けなければならないというふうに法律で決められています。検察審査開放第41条の6の第2項というところに、起訴議決をする前には、必ず検察官を読んで説明する機会を設けなければならない、これ義務なんですね。だからその強制起訴をする前に担当した検察官が出頭して説明していなければその起訴議決そのものが強制起訴そのものが無効であると。でこのことがずっと問題、ひょっとしたら言ってないんじゃないですかということが、指摘をされておりました。で私もこの本の中にそのことを書いていました。でそういう疑いがあるということで法務省を呼んで相当やり合ってたんですね。やり合ってました。ところが彼らは嘘をついて、斉藤孝弘さんという東京地検特捜部の副部長なんですが、その人はきちんと東京第五検察審査会に行って説明をしました。それは起訴議決の前でしたというふうに説明していたわけですが、で、法務省は私に対してずっと嘘をついていって、しかもそのじゃあ本当に検察審査会に行って説明したというならばその証拠を見せてくれと、出張記録があるはずだ、だってちょっと来てくれるって電話で呼ばれてはいはいって言って検察審査会に行くわけじゃないんですよ。で役所っていうところは私も役所に3年間ほど非常勤で勤めたことがあるので分かりますが、出張したら必ず覆面書とか出張報告とかいろんなことでそういうものを書く、そういう事細かにね書類で報告するのが役所ってとこなんですよ。ましてや検察ですから記録が全てですので、あるはずだって言ったんですが、ないないと言い張ってきたんですが、え、うん、それをね私の捜査調査に協力してくれていた市民オンブズマンが7月5日の日に情報公開請求をずっと何ヶ月か前からやっていたものを7月5日に受け取ったんです。それは出張記録、出張記録の情報開示を求めていて、その出張記録がありました。で、法務省は東京地検特捜部から東京地方裁判所、ここに東京第五検察審査会があるんですが隣接してます、同じ敷地の中にあるので徒歩で出張する場合にはその出張記録はないって言ってたんですが、いやありました、他の人のはあるんですね斉藤さん自体のがあった、斉藤孝弘副部長の、徒歩で東京地裁へ行った、記録はありました、うん、ところがそれはその小沢さんの、東京第五検察審査会に行った出張記録とは全く関係ない、うん、全く関係ない時期の4月の記録でした、うん、でも徒歩で行っても出張記録は作るんだと、徒歩で行った出張記録はあるんだということで、私に説明していたことは嘘だということが分かったし、さらにはその本来、小沢さんのこの東京第五検察審査会で斉藤孝弘副部長が説明に行ったのは7月13日から起訴議決をした9月14日までの間の2ヶ月間なんですけれども、その2ヶ月分の出張記録全部見ましたが記録はありませんでした。4月の記録はあるけれども7月の記録は7月8月9月の記録はない、つまり斉藤さんは検察審査会に説明に行っていなかったということが逆に証明されてしまう、だから二重に嘘をついているわけです。なぜそうしなければいけなかったのかと、なぜ検察審査会の起訴議決を10月でしたか9月でしたか、ね、9月14日なぜその日にしなければいけなかったのか、その理由が多分何かあったはずなんです。それに合わせるために
多分忙しくて説明に行けなかったんだけど起訴議決させざるを得なかった。その前後にどんなことがありますか。その前後にどんなことがあったんでしょう。本当はおそらく、起訴議決、要するに強制起訴につながる起訴議決をするのはもっと後の予定だったと思うんですよ、うん、だから、これから斉藤貴博副部長なり、ま、東京地検特捜部の関係担当者を呼んで説明をさせて、まあ、10月ぐらいに、起訴相当を無理やりでも出そうとしていたんだと思うんですが、9月14日に起訴議決をしてしまいました。2年前の9月14日には何があったのか。それは民主党の代表選挙、小沢さんが本当は優勢と、誰が見ても小沢さんと菅直人当時の総理大臣とでは格が違いすぎて、討論会あるいは街頭演説でももう圧倒的に差が出ていると。それから国会議員の中でもやっぱり小沢さんだよねっていう話が高まっているという中で、結局菅さんが勝った9月14日あの時は、まあ、国会議員の中でもはほとんど僅差でしたね。でところがあの党員サポーターの方の票が結構菅さんの方に集まったやっぱりと言われていました、うん、あというふうに結果として。でも本当かな、その集計票とか集まった票がないんですよね。すぐ焼却処分されてしまいました、この中に党員サポーターでこう書いた人いらっしゃるでしょうかね。そのみんな投票して、私の事務所にですね、全国からその党員サポーター用紙、投票用紙にね、小沢一郎と書いたんだけれども心配だと。なぜならばマスキングテープがないので、自分が小沢一郎と書いたことがで投函してその党本部に到着したら、あるいは集票所に到着したら自分が小沢一郎と投票したことが分かってしまう。そうすると小沢一郎と書いた投票用紙はあの反対陣営、その現在の執行部から見れば邪魔なの で、 で、ね、どっかにねこう処分されてしまうんじゃないかと、開票前に。だから私のところで預かってもらえないかっていう、まあ、うちの、支持者からもそういう相談がたくさんありましたし、あのもう地区の分が地区ごと丸まとめてうちの事務所で集めて、そして投票あの代表選の当日に私が持ってってもらいたいとか、それからうち の、 あの党員サポーターだけじゃなく全国からそういうことが心配なので預かってもらいたいというね、問い合わせ相談がものすごくたくさん来たんですね。で、まあ、新潟県連でいうといつもオレンジ色の服着てる議員さんがいらっしゃいますけどね、あの民主党 の、 その県連の雰囲気ってどうなんですか。そういうなんていうかな、例えば県内の民主党の中でも小沢グループとその他、前原グループとか菅直人グループとかそんな感じで分かれてるもんなんですか。まあ、もう出てしまった政党のことなので、うん民主党の他党のことをね今更言っても言ってもしょうがない、うん、まあそれよりも、そういうことでいろいろね、投票する前からみんなが心配していたその党員サポーター票なんですけれども、まあ、本当に不思議なことが2つあって、各メディアが党員サポーター票の数勢なんていうのは誰も知らないわけですよ。電話調査とかあの事前の世論調査をしようにもごくごく限られた人しかその党員サポーターに登録してないわけでして、でその党員サポーター の、 あの動向というのは調べようがない。でそれがマスコミにいかにも菅さんが優勢であるかのように伝えられ、さらには、まあ、みんなが心配していたその本当に公正に開票作業がされて党員サポーター票がきちんと提示されるのか、
ていう疑問に対して、本来ならばいやまあ不正はありませんと、このようにきちんと開票され、その第三者から不正はなかったということを確認してもらいましたって言わなきゃいけないのに、それだけみんなが心配していた党員サポーター票は開票後我々にそれが見せられることもなく、すぐさま焼却場へ回されて燃やされてしまいました。こんなこと発展途上国で選挙を、国連から監視されてるところとかそのところでもやらないよね。やらないですね。菅さんって厚労省の倉庫からエイズの時に資料を引っ張り出した人じゃないですか。そう。それは自分の選挙の時のそれは燃やしたわけ。いや菅さんが燃やさせたというふうに思わないんですけれども、そうですね、菅さん自体はね、僕はその市民派としてね非常に結構評価してた時期もあるんですけど、国のトップになるにはちょっと能力がなさすぎたなという気はしますよね。ただそういう人を担がない、担いだ方人たち、担いだ方がいいという人たちが多分勢力として大きいんでしょう。菅さん自体のカリスマ性なんてそうないと思うんですけどね、まあ動かしやすいというか、まあ、ちょっとおかしいことがありすぎますね今ね、うん、まあありすぎますねというか、まあ、逆に言うとこのねネットメディアが あるので、いろんなことまで分かってしまうということもあるんですけども、今朝のねトップニュースはあれでしょう、原発作業員の占領系鉛で、ね、折った占領系をつけて、待ってくださいっていう感じですよね。まあその辺もねちょっと後で伺いたいんですけども、うん、まあ今の、国民の生活が第一という新党を作りました、はい、まあそこの話に行く前にどうしても民主党時代をちょっと経由していかないとそこまで行き着かないと思うので、民主党時代ですね、まあ、政権交代コンクリートから人へという、それから国民の生活が第一というスローガンで政権交代成し遂げました、はい、なぜうまくいかなかったですか。うん、我々が09マニフェストっていうか2009年の政権交代の時に掲げたマニフェストっていうのは、さあ個別の政策はいろいろありますが根幹はもうこの国の仕組み制度そのものを根本から変えてそしてそのことによって、税金の無駄遣いもなくす、そして国民の生活が第一、今まではごく一部の既得権益のある人たちが潤っていく、その一方でこのデフレの状況が続いていく中で、そして少子高齢、国際競争が厳しい、そういう中で、国民の所得で言えば、この、15年ぐらいの間に、家計所得その平均が120万も目減りしてるんですね。120万円も目減りしている。みんな道理で生活が苦しい、なんか貧乏になっちゃったなと思うわけですよ、まあ、もちろんその統計的な調査を調べるまでもなく、ね、街を歩いて私も新潟県全県いろんな皆さんの暮らしに触れてみれば本当に厳しくなってきているというのを実感するわけですけれども、まあ、事実平均家計所得も120万減っている、さらには特に若い人たち の生活が厳しくなっている、それはもう統計的な調査でも分かっているの でそういうもうあらゆる仕組みを変えなければその国民の生活が第一の政治を実現することができない、であらゆる仕組みを変えるっていうことは言葉を言い換えれば革命なわけですよね。革命ということはそんなに簡単にできるものではないわけで抵抗があるわけですよね。で本当に身を切る改革というかもう本当に革命的な改革をやらなきゃいけない、でそのためには何が必要かというと、それはその政権交代を成し遂げた民主党という政党が、そしてその民主党の政権の内閣というものがもうみんなで本当にガチッと、スクラムを組んでみんなで力を合わせてその物事を進めていかなければならなかったわけですが、入り口で間違ったんだと思います。要は残念ながら民主党という政党は
素晴らしい若い有能な議員たちが大勢いると。でもともとは情報をオープンにしていろんな新しい政策を提言してきたわけですが、まあ、しかし未熟というか若い政党なので、その権力闘争に長けた、それから選挙というものをきちんと勝つということを、そういういろんな意味での政治的な力のある人がやっぱり少ない。そういう中で小沢一郎という傑出した政治家がいて、まあ、だからこそ政権交代という選挙、選挙で勝って政権交代ということは成し遂げられたわけです。で、その一番力のある人を、まあ、完全に排除しようとした。で、しかも小沢さんを慕う、小沢さんを支持する、人たちは非常に大勢いるわけで、この検察にあるいは司法にターゲットにされても100人百何十人という人たちが慕ってついているわけで、その小沢一郎という人を排除した。その排除の論理、本当はみんなでがっちりスクラムを組まなきゃいけないのに、その排除の論理でやってきたがために、官僚に対して、官僚というか官僚機構との対決に負けたんだと。官僚機構に異様にやられてしまった。私はずっと言ってたんですけどね、小沢さんがこう排除されるようなことがあれば、もう霞が関にとっては赤子の手をひねるようなもんだ、ちょろいもんだと、民主党なんてと言ってましたけども、まあその通りになったんではないでしょうか。鳩山内閣がなんかこう野田さんよりももっと悪いですよ。なんか党内弱というか敵ばっかりでしたよね、あの内閣は。鳩山さんの時にはもうやっぱり政権交代した時の高揚感で、もうみんな本当に一生懸命やろうというふうにスタートしたんですが、私は内閣の人選を間違ったというふうに思いますし、それから政権構想っていうのがあったわけですよ。その政権交代したら、こういう内閣組閣はこういうふうにやって、で何日間で何をやるというのがあって、まあ、それを作ったのは松井浩二さんという、先週来年の選挙にはもう出ないというふうに引退宣言をして、みんなに衝撃を与えた、まあ、私の同期の桜ですけれども、大変有能な人ですけどね、鳩山さんの時に内閣官房副長官になりましたけども、でその政権構想通りにやってればよかったと思うんですよ、うん。つまり幹事長を、無任所の国務大臣として内閣の中に入れて、そして本当に名実ともに党と、内閣が政府与党一体というか、党と内閣が一体となってしっかりぎっちり固まって、一つ一つ、まあ、相当役所から霞が関から抵抗のあるということについて、こうみんなで力を合わせて推し進めていくというふうな構想があったわけですが、投票日の前からもう小沢さんを排除しようという動きがありまして、うん、だからそもそも幹事長にもなれないような雰囲気があったんですが、まあ、幹事長にはなりましたけれども、その無任所の国務大臣として内閣に入ることはなかったし、鳩山さんはその、まあ、党内融和、まあ、を目的にしたって言ってますけれども、一番大事なポストにその腹心の人を入れなかったというか、まあ、全然信頼できない人を入れちゃったというか、まあ、普天間問題で、鳩山さんの味方が誰もいないと、普天間問題、非常に鳩山さんの言葉っていうのは沖縄にとっても日本にとっても非常に重要なことだと思うんですね。沖縄の基地を減らそうと、最低でも、県外に基地持ってきましょうと、日本国民として当たり前に考えていいようなことを国を挙げて反対してたと、なぜか。で、鳩山さんは結局それも、まあ、一つのきっかけとして、辞めることになって、でその時に小沢さんも幹事長を一緒に辞められると。
結局、まあ、今おっしゃった通りで、鳩山さんは最低でも県外ということを言ってき、たわけで、それに対して就任当初から岡田外務大臣、それから重要な防衛大臣、北沢防衛大臣は総理の指示に従わないで全く別の動きをしていたということが後から分かるわけですけれども、まあ、うまくいくわけないですよね。それが象徴的だというふうに思いますけれども、それから合わせて言いますと、岡田さんがそう言ったんでしたかね、岡田副総理がそう言ったんですが、マニフェスト破りを最初にやったのは小沢さんだ、はいはい、ガソリン税の問題ですね、うん、というふうに言って、テレビの討論番組でもすぐそのコメンテーターがマニフェストの遵守遵守と言うけれども、最初にマニフェスト破りをしたのは小沢じゃないかっていうふうに言いますよね。これは全く違いますから、うん、ちょっと解説しますと、間違ってたら指摘してください。ガソリン税暫定税率というのがありまして、民主党政権になったらそれを暫定税率を廃止しましょうと、でガソリン値段下げましょうと言ってたわけです。で、その時は鳩山内閣ができての予算編成の時ですね。でその時小沢、一郎さんは幹事長という立場で党の仕事をしてたわけです。あ、そもそも、幹事長ってどういう仕事をするんですか。幹事長は政策以外、まあ、政策も最終的にはね、決定するときには党全体で決定しなきゃいけないんで、 党の全体を仕切る。で特に重要なのが選挙、そしてその党の中で、まあ、いろんな役割分担するわけですけれども、それらがこ うまくいくように、やると。で統括する。一応あの頃ですね、マスコミが伝えていたのは、民主党非常に浮かれていてですね、とにかく公共事業をどんどん廃止しようと、コンクリートからひどいということだから、ヤンバダムもやめましょうと、前原さんは、一応そういうことをポーズとして言っちゃっていましたけども、その時に、小沢さんがガソリン、暫定税率廃止するという方針だったんだけど、党の方から、民主党の方から内閣に働きかけてガソリン税の暫定税率廃止はやめて、公共事業に回しましょうという圧力をかけたとマスコミは報道してました。なぜそうなったんですか。うん、まあ、その報道自体が、どうだったのかちょっと正確には覚えてないんですけども、うん、まあ、最近言われてる最初にマニフェスト破りしたのは小沢さんじゃないかということに関して言いますと、これは全くデタラメで、政権交代したのが2009年の夏の終わりですので、本来ならば普通は予算編成というのは夏の間に概算要求というのをやって、で大体8月末までにはその次の年の、予算案が大体できてるんですね。でそれをいろいろ今度いろんな場所で調整をして、まあ、最後12月末に、その予算編成、その次の予算案というのができるわけですけれども、政権交代した時点で、もうすぐ9月、内閣発足したのは確か9月だったと思いますので、そこからのスタートということで、まずは2ヶ月3ヶ月遅れと、その予算編成に着手した時点がすでに遅かった。しかも政権交代の時に掲げたマニフェストを、工程通りに少しでも実現しようということで、余計作業が大変だったわけですけれども、そういう中で年末ギリギリになっても予算案ができなかったんですよ。予算案ができなかった。みんなそれぞれ自分たちのそれぞれの部署が、自分のとこだけはマニフェストを完璧に 100% 実現したいというそういう思いも ありましたし、それから大幅な減収が見込まれてました。リーマンショックの影響がこう長引いていて大幅な減収が見込まれていました。でそういう中でその調整がうまくいかなくて、要は取捨選択しなきゃいけないわけですね。そういう条件の中でも来年度予算に盛り込むべきものは何かということで、誰かが英断を下さなきゃいけないわけですよ。ところが
誰もできなくて、それがでもうこのままだと予算編成できなくて、年を越してしまうと大騒ぎだと。そこで、まあ、見るに見かねて小沢さんが幹事長として副幹事長を全員引き連れて、あの仕方がないんで、まあ、泥をかぶってもうどこかね諦めるしかないだろうと、その次の年に送るしかないだろうということで、まあ、一番額の多かったあのガソリン税の、暫定税率の廃止の部分を、まあ、次の年に持ち越してあの検討してできるようにしましょうねということで党の要望としてまとめて、乗り込んでいって官邸に、そしてこうしなさいというふうに言ったと。であの時にみんなあ助かったと、これでこれであやっと予算案がまとまると、本当にありがとうございますというふうにみんな言ってたんですよ。ところが今になったらマニフェスト破りを最初にしたのは小沢さんだと。とんでもない話で、小沢さんは暫定税率の廃もやめって言ったわけじゃないです。それは次の年にきちんと議論してできる形にしましょうねというふうに言って、それは税収が少なければ約束した工程も少し遅れますよねということが真相であります。なんでそういうことをですね小沢一郎さん説明しないでしょう。いろんなことがありますよね。なんか不利にこう叩かれたりね、怪文書が出たりということを自ら説明ということをほとんどなさらない方。まあそれが人生の哲学だからじゃないですかね。そのまあ言い訳をする、言い訳、私は説明だと思うんですが、あの言い訳は良しとしない、言い訳をすることは良しとしない。まあ、言い訳だけはするなっていうのが、それがもうまあ美学、人生の美学、人生の哲学というか、親に教えられてきたこと。ただまあテレビなんかのインタビューにはほとんど答えないですけど、インターネット番組なんかで長時間でお話伺うっていうのは結構積極的に出られる方ですよね。そうですね、結局そのテレビの番組っていうのはもうストーリーが決められていて、これ生で出るから大丈夫じゃないかと思われると、それが大間違いなんですよ皆さん。このテレビ番組にね、ライブに出て、ライブに出れば操作されない、編集されないからもう大丈夫じゃないかと思うでしょ。そんなことないんで、もう生で出てもその時のコメンテーターがどういう陣容で、その人たちがもうどういう発言を用意していて、どのようなフリップを作ってっていうことまで見ませんと、生で出ていって、そこはもう例えば森ゆう子叩きがもう目的だと、もうどんなことをしても叩いてやるっていうのを意図して呼ぶ場合もあります。そんなところ出てったら生だから余計ね、仮にいろんな形で反論できたとしても、印象として残るのは悪いイメージしかありません。例えば私がテレビに出て行って、もうそもそも私を叩こうとして準備万端してる番組に出てったとして、もう散々やり込められて、そして怒っちゃって、でもうブスッとした顔しか映らなかったっていう、もうそうしたらもうテレビ局の勝ちなわけですよね。またその時テレビのスタジオでもね、新聞記者とか週刊誌の記者いるわけですよ。ムスッとした瞬間だけ写真に撮って、それをまた新聞や週刊誌に載ってるわけですね。だからいくらでもイメージ、情報操作はできるということで、インターネット番組には今のところですよ、いやそのうちにこの、インターネットの番組も、そういうふうに編集、最初からそういう意図がこうあって呼ぶということも出てくるかもしれませんけれども、まあ今のところそういうことはなくて、まあただ素直に話したいことが話せるし、まあ聞きたいことは聞いていただけるしというふうな、ということで出演されるのではないかなというふうに思ってますが、私はもっと説明するべきだと、説明不足であると、もっともっと説明すべきであると。恥ずかしがり屋なんですかね。
まあ、そういうことを良しとしないんですよ。とにかく恥ずかしがり屋でもあるし、言い訳的なことはまあやりたくないと、いうことなんだろうと思います。で、まあそうですね、被告人となった小沢一郎さんですけれども、前原さんとの代表選挙の時、あ、前原さんじゃない、野田さんですね。で、あの頃に結構積極的にどんどん出てくようになったんじゃないかなと。自分でやらなきゃダメ。誰と？あの小沢一郎さんが野田さんとの。いや、野田さんとは戦ってないです。あ、野田さんじゃ、菅さんか。あ、はい。はい。いや、その後出てませんでしたっけ？出てません。あ、それ、あれは。あれ誰が野田さんと戦ったのは海江田さん。海江田さんとかで、あの人もいましたよね。忘れちゃった。前の選挙、あの代表選挙ですか、うん、それは野田さんと海江田さんと、それから馬淵さんもいましたし、あのあれですよ、山形の狩野道彦さん。まあ、私が猿芝居、狩野道彦の猿芝居というふうにあの離島の前に、まあ、猿芝居何回もやるんですよ、うん、ね、あの代表選挙の時にはあの背広を脱いだでしょ、上着を脱いで決選投票の時に上着を脱いだら野田佳彦っていう、そうなんかねサインがあって、まあ、それはなんかあのポストが条件だったみたいですけどね、うん、もう本当になんか気持ち悪くなりましたね。いや、その前のことを聞かれたんですよ、ええ、あの菅さんが参議院選挙で負けた時、はいはい、しましたよね。であの時にからねじれ国会になってちょっとおかしくなってきたと。でもうその理由がまあ増税路線に走ったと。いきなり消費税 10% に上げるとか言い出したと。あれはやっぱり財務省の影響というか洗脳されたんですかね。あ、菅さんですか、あ、やっぱり財務副大臣になったわけですし、うん、その財務副大臣になる前に国家戦略担当大臣ということだったというふうに思いますけれども、はい、まあ、洗脳されたんじゃないですかね、うん、なんでいきなりそのギリシャと同じだとか、うん、あのわけの分かんないことを口走ったのかよく分かりませんけれども、でもとにかく財務省っていうところは、増税するのが仕事みたいなところがあるので、もちろん全部私も否定するわけではないんですよ。でも、まあ、どう考えてもね、だから普通に考えてもらいたいんですよね。その、まあ、さっきも申し上げましたけども、あの国民の、平均家計所得っていうのがあの、まあ、この十数年の間に約120万、平均で約120万もう目減りしていると。で若い子育て世帯についてはもう大変な状況であると。で本来住宅投資をしたり、いろんなことをする30代の男性もやっぱり100万円個人的に言っても100万円ぐらい、給所得が目減りしていると。でそういう状況が続いている中で、来年はまず復興増税ですよ。来年復興増税して、そして再来年消費税を 3% 上げて、で続いてその次の年には間を置かずすぐ、さらに 2% 上げて今の倍にするってわけですね、消費増税を。でこれだけ国民があのかつてに比べると、まあ簡単に言ってしまうと貧乏になっている中で、その増税増税また増税と、本当に頭大丈夫ですかと私は言いたい。こんなことでね、経済が良くなって、そして税収が増えて財政再建して、さらには社会保障の新しい財源が確保できますと。今はあの基礎年金の部分借金をしてますけれども、とそれを新しい財源がきちんと確保できますと、その真面目な顔で言ってること自体が私はもう頭おかしいんじゃないかと言いたいですね。まずその増税の目的が、本来は税収を上げるためのに増税しなきゃいけない。
国の収入を増やすために、税金をちょっとパーセントを上げると。ところがパーセントを上げた結果経済が落ち込むから税収が減るということですよね。そうですね、まあ、よくなりっこないと思いますよ、うん、で本来ねあのこういうデフレで経済不況の時にやることはやっぱり家計を温める、それからその新しい産業を起こす起爆となるような政府の積極的な投資なんですね。じゃあ財源がないじゃないかと、財源がないからで借金が たくさんあるから増税するんだろうというかもしれませんけれども、あの 先週の私の予算委員会テレビ入りの質問の時に、まあ本当に私の発言時間たった6分しかなかったのでもう早口になっちゃったし、もうダダダダダって言っちゃったのでまたあのよくわからなかった。しかし一体あの数字は何なんだと、もう一回予算委員会で詳しく説明してほしいと言われている数字があります。14兆円ですね、はい、14兆、あの時は14兆3333億円。これ何のお金か、野田内閣発足以降、野田さんや現場外務大臣が海外に行っては約束してきた世界中に大盤振る舞い、IMF 国際通貨機関4兆5000億円、韓国の、CDS の枠拡大4兆、やっぱり4兆5000億円かな。そういうのいろんなものを合わせると野田内閣発足以降、海外に資金、資金を提供するということで約束した合計額が14兆3333億円だったんです。で、またこのあさって火曜日に予算委員会でもう一回やりますが、1週間経ったらまた増えましたちょっとすいません1週間経ったらまた増えまして、見過ごしていたのがありますので、そういうものを入れますと、まあ、約15兆円、さらにはこれね、財務省の中にもいい人がいましてね、すごく、まあ、真面目に考えてくれてる人が いましてね、で森先生いいところに目をつけました。その私の作った資料ですよ、うん、でもねあの大事なもっと大きなあの金額が抜けてますって言われたんですよ。さあそれは一体何でしょう。あ、予算委員会見てくださいとかこうご期待いやいやいやということで、はい、いいでしょうか。時間そろそろまだ大丈夫ですよ。向こうの方は遅れるって言っておけたら、うん、で肝心なことを聞きたいんですが、はい、国民の生活が第一、はい、まず離党した理由ですよね、はい、先ほども言ったようにその増税路線が許せないと、民主党のそういうことが理由だったんですか。まあ、増税だけではないですよね、うん、もうあの全ての面において、だからそれは増税はあのその一番の象徴的なものですね、はい、あのもうか、まあ、どう考えても国民の生活第一じゃなくて、そう二の次どころか国民生活を破壊する、地域経済日本経済全体を破壊しかねない、そういう、まあ、大増税をやろうとしている。で100歩譲って、まあ、仮にその増税が仕方がないとしても、その社会保障をと税の一体改革って言ってたわけじゃないですか。でもその社会保障はうやむや、で誰もね、簡単に言ってしまうと、まさか民主党があれだけ自民党政治じゃダメだと、国民の生活が第一の政治にするんだ、だから政権交代なんだと言ってみんなでマイク持ってたわけでしょ。そのまさか自民党と裏で手を組んで談合して、その社会保障はそっちのけで増税だけ決めるなんて国民は誰も思ってなかったと思いますよ。はっきり言ってもう国民を本当に裏切ってしまった。でそのことが原発の問題にしろ、で本来ならば仲間を裏切らないで仲間を守って、その検察と戦わなきゃいけないんですよ本当は。でその、まあ、全てのこと、もう全て、うーん、でやっぱりね、権力を握ったら、それはやっぱ権力を握ったことについて恐れなきゃいけないですよ。この権力を乱用しちゃいけないと。一番の黒幕はやっぱ戦国さんですか。それは何とも言えませんがその
権力に対する恐れというものがない、もうなんか振り回してしまっていて、で例えば岡田副総理の発言はね、そのマニフェスト違反のことをやろうとしていることについてどう思うかと問われて、いや別に気に入らなかったら次の選挙の時落とせばいいじゃない、うん、いやそれはもうね、権力の乱用、そしてそれに対する反省がない、しかも国民、その選挙っていうのは、主権者である国民の皆さんが唯一権力をしっかり行使できる場ですよね。その一票によって政権を選択する、その国民の選択を全く無視するわけでしょ。その時に約束していない、約束していたこととは全く違うことをやるということは、それに対する反省もない、まあ、全ての面においてもこの政党はダメだと。でそのことを今私が言ったようなことは党の会議で散々言ってきました。会議で言うだけではなく、自分の置かれているいろんな立場を、権限を使っていろんな形で働きかけてきましたが、もうそれについては一切聞く耳はないと。なんか民主党という名の割には重要決定事項で多数決を取らないところですよね。そうですね。で今頃になったら両院議員総会開いてますけれども、うん、まあ、ここまでねけんけんがくがくやってるわけですから、やっぱり両院議員総会開いて多数決を取ればよかったと思います、うん、それから、まあ、でももうそれも過ぎた話で、私たちは新しい政党を立ち上げて、一番重要なところは党議拘束を設けない。そうですね。党議拘束って皆さんご存知でしょうかね。議員さんが党の方針が決まったら、議員は、有無を言わずさずそれに従わなければいけないという、今までの普通の政党はそういう仕組みになってます。ところがそういう仕組みを、国民の生活が第一はやめると、党じゃないんじゃないですか。いやそんなことないです。党議拘束、つまり国会議員はそれぞれ、私の場合は新潟県の皆さんから、その思いとともに主権者としての一票、その権利を付託されてバッジをつけて仕事をしているわけですから、党議拘束があること自体がそもそもおかしいわけで、先進諸外国を見ますと、まあ、イギリスはちょっと一定の要件があって若干かかってますが、アメリカはもちろん党議拘束なんてものはありません。それぞれの国会議員が自分の見識に基づいて自分の責任においてその法案を調査をし、そして賛否を決めるわけです。もちろん国民の生活が第一も当然法案の審査を党として行って、例えばこの間無理やり通されてしまいました、違法ダウンロード刑事罰化の法案を、例えば我々のもう政党がすでにスタートしていたとすれば、こういう扱いになったと思います。党としてそう審査をして、いろいろ問題点はあるが、しかし著作権者の利益を尊重することの方を優先すべきであるという意見が多数だったので、党としてはその違法ダウンロードの刑事罰化の修正の部分についても賛成すると、うん、党として決定すると。しかしいやそれは違うと、私のようにこれだけ、まあ、ネットメディア、そのネットのユーザーがもっともっと利便性を高めて、今は違法な部分結構アップロードされていて、それを間違ってダウンロードしている人たちもいるけれども、啓蒙はするべきだけれども刑事罰はおかしいと、うんうん、そんなことをしたら、恣意的に運用されて、まあ、ネット治安維持法とも言うべきものになりかねないと、非常に懸念があるということで、これは断固反対と。でそういう人は、まあ、反対してもいいですよと、党議拘束はかけませんよ。でそういうふうにやったと思います。でそうしないと我々は政権交代可能な二大政党制を目指すというふうにやってきたわけですね。で実際この間の選挙でそれは日本では無理だというふうに言われていたんですが、政権交代したわけです。自民党から民主党というそれに代わりうる、もう一つの大きな政党に政権交代をした。で、結果は今のような状況になっていますが、少なくとも我が国において政権交代が可能であった、
政権交代を国民の皆さんのその一票の行使によってさせた、この事実は大きいと思うんです。で、政権交代可能な二大政党制ということはやっぱり細分化していっちゃいけないわけですね、政党が。そうすると一つの法案について断るたびにその処分ということを繰り返していますと、政党は分裂していかざるを得ません。ですから、その政権交代した時点で党議拘束をかけないと、みんながそれぞれ、その責任を持って判断していくんだというふうに私はしていくべきではなかったかというふうに思います。まあ、そういう意味でちょっと喋りすぎたごめんなさい。そういう意味で今この間の予算委員会もそうですし、それから今税と社会保障の一体特別委員会で、テレビ入りでいろんな、あるいはテレビの入らないところでもいろんな審議をされていって、特にテレビ入りの時は自民党と公明党から野田さんに対して攻撃が来る。その攻撃の理由は、なんで民主党をまとめられないんだと、なんで造反議員が出るんだと、俺たちは全員まとめたぞと、一糸乱れぬ戦いをやってるぞっていうふうに、なんかこう自民党の議員がこう偉そうに言ってますけどね、私から見るとなんか古い話してんなと、まだそんなこと言ってんのと、そんな党議拘束なんてかけないで、本当に国民のためにこの法案がいいと思うのか悪いと思うのか、国会議員それぞれが自分の責任で、投票しなさいと。例えばですね、これは個人のその考え方にすごく関わってくるようなことまで、例えば死刑制度ですよね。例えばある党の全体の方針には全て賛成だけども、死刑制度だけは私は納得できないというような方いらっしゃるかもしれません。で、それに対して党議拘束かけられたらどうしても何か処分を受けてしまうということになってしまうわけですよね。で、重要法案であればあるほど、その党議拘束違反というのは重い処分になって党員資格停止処分で、結局は離党という話になってしまうわけで、まあ、そういうその全ての政策が同じ党であるからといって全員一致するとは限らないわけですよ。で、結局党議拘束をかけます、法案の審査はもう縦割りで、文部科学部門なら文部科学部門で、そのいろんな部門会議が同じ時間に全部一斉にやられると、みんな縦割りでね、出れる部門会議は限られてしまうと。国会議員の方ってすごく忙しいんですって。はい、そうですよね。で、そういうことになりますとね、本当に無責任にただボタンを、賛成ボタンを押すだけ、衆議院なら衆議院で賛成って言って立つだけと、採決要因にしかならないと。で、そういう意味でも私は、まあ、党議拘束を外すという、この我々の新しい、国民の生活が第一、新しい政党としてのまあ、スタンスと言いますか、はい、これは、政治を非常に進化させるというふうに思っていますし、まあ、今からでも遅くないから、民主党も自民党も党議拘束外したらいいんじゃないですか。そうですね。だって本音を聞きますとね、それぞれの先生方、自民党もですよ、民主党もですよ、今参議院、まあ、良識の府として今審議が進んでるわけですけれども、本当にこの消費税増税法案賛成ですかって聞けば、ぜひユーストリームで見てる皆さんも、地元に帰ったその先生方に聞いてみてください。いや、本当は私はね反対なんですよっていう人がほとんどだと思いますよ。例えば自民党の県連なんかははっきり消費税反対という方針を打ち出してますよね。まあ、もちろん選挙それは何なんですかね。ねえ自民党県連は消費税増税法案反対だ、ね、え何をやってんですかねって感じですけども、処分受けないんですかね。処分受けないでしょうね。で、国民の生活が第一は、基本政策として、ほぼ民主党のゼロ級マニフェストを踏襲する形ですか。うん、細かいマニフェストの工程表とか細かいところまではどうかなというふうに思います。まあ、大きく大くくりに方針といいますか、大きな政策の柱というものを、党本部がの解説がちょっと遅れておりますけれども、
まあ、そういう時期に合わせておそらく発表することになるのではないかなというふうに思ってます、まあ、ただ小沢代表が、その7月11日の決闘大会で、はい、話をされたまず消費増税ありきのこのいうも増税の前にやるべきことがあるということ、もちろん増税をしなくてもいいというその対案はどこにあるかって言えば、うん、すぐ対案と言われますけどね。対案というかマニフェスゼロ級マニフェストには増税の前にやるべきことはみんな書いてあるわけですから、うん、そういうことをやっていくということとあとは原発について、まあ、どこまでどういう表現になるかは分かりませんけれども小沢さんもともと自民党にいる時から原発反対っていうか原発嫌いっていうか、うん、もう原発は過渡的なエネルギーという位置づけでしたのでその辺のところが どこまで表現できるか分かりませんけれども、まあ、脱原発の、方針最後になります。まあ、党の方針とまた今煮詰めてるところなんで違うと思いますけどもあ違うかもしれません。ただ森さん個人の思いとしてまず、簡単に聞いていきます。原発についてはどうしていきますか。いや原発は私は早くそのできるだけ短い期間でまず方針ここ、2020年とか2025年あるいは2030年までに原発ゼロを目指すというまずね旗を掲げるべきだと思うんですよ。でそれに向けて一番問題になっているのは今の原発立地地域をどうするかと。いや原発廃止してもいいけど電気はどうするんだ。で電気はどうするんだはね、いや今新潟東北電力管内もう東京電力管内も原発のない夏ですけれども、はい、なんとかなってますわね。なんとかなってます。まあ関西電力のところは確かきつい、確かにきついんですよ。ただ西の方の電力圏内融通すれば、もうちょっと違う部分もあると思うんですけど再稼働した途端にその話もなんかどうなったのかよくわからないんですが私はきちんと目標の、まずは原発ゼロを目指す年を2000何年までにっていうふうに決める。でそしてもう一つの方針としてこれ廃炉にしていかなきゃいけません、はい、でそのための技術開発そういう新しい、まあ、ビジネスといったらいいのかな、まあ、雇用を確保しなきゃいけませんのでそういう新しいエネルギーとそれから廃炉に向けた技術開発、それからそういういろんなことにそのこれまでの原発立地地域での新しい雇用を確保していく。でまた新しいそういう技術を世界的に、日本の、まあ、売りというふうにしていくべきであると。でまずその方針を政治として出すべきであって日本人のなんか技術開発能力というかそういうものってすごいと思いますから結局かつてのオイルショックの時にみんな苦しんだわけですが省エネ技術は世界一ですからね、そういうふうに新たな活路がむしろ見出せるというふうに思います。はい、まあ、新しい党に移ったということで改めて聞きたいんですけど憲法についてはどう思っていらっしゃいますか。日本国憲法、日本国憲法についてどう思ってるかって改正するべきかあるいは実質憲法を制定していくようにするのかあるいは今のままいくのか。時代が変わってるわけですから、うん、必要な改正もあるというふうに思います。何条とは言いませんけれども、うん、ただし私はこの憲法を遵守する義務というものを、まあ、特に国会議員、まあ、国民もそうですけれども国会議員そして、内閣になるその責任が重くなればなるほどその憲法遵守義務というものはさらに、重くなるというふうに私は思っていますけれども今ねその今の民主党政権はその憲法を守ってないですよ全然。で憲法に基づいて全ての法律があって我々の国は法治国家なわけですからその私が党の会議の中でですよ離党する前の民主党の会議の中でこの私が憲法全文を引用したんですよ。
憲法全文って分かります？あの主権在民のところです。そもそも国政は国民の厳粛なる信託によるものであってっていうくだりがありますよね。そこを引用したんですよ。それ引用しなきゃと私が思うほど、要するに主権在民という憲法の、我が国のこの憲法の根幹を今の民主党政権はないがしろにしている、みんなでもう一回憲法を学び、遵守し、そして今の時代に合った新しい権利というものも、出てきていますので、そういうものについて、もう一回考え、改正、必要な改正をしていくべきだというふうに思いますし、その選挙制度についても、ね、今出されて参議院の選挙制度改革の実務者協議、私も出ておりますが、そこに示された座長支援というのは、来年の夏参議院議員の定数は、削減はゼロです。一票の格差を解消するためだけなんですね。ただし、その安易にですね、あの国会議員の数を減らせばいいというふうにも私は思いません。より国民のその声がきちんと反映されるように、そして特にこのままでいくと一票の格差ばっかりが強調されていきますと、ますますその地方の人口が減少していってるのは、特に地方が多いですから、地方の声が反映されない政治になりますので、そこのところを、選挙制度そのものを改革するためには、これも憲法改正が必要なんですね、はい、ということでございます。はい、最後にこれだけは聞いておきたいという方いらっしゃいますか？ちょっと喋りすぎましたが、はい、大丈夫でしょうか？はい、森さんはツイッターもやられてますし、ホームページ、の方で、意見など、何でも聞いてくださる方ですので、いつでも結構ですね、あの連絡してみると必ず何かしらの答えが返ってくると思いますので、お願いいたします。どうも今日はありがとうございました。こういう感じだと全然思わなかったのでちょっと驚きましたけど、でもありがとうございました。素晴らしい企画で、はいはいはい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、じゃあ集合写真を、はい、ありがとうございます、はい。